まず見事優勝ポールからのスタート、カーナンバー3番ティームヒラの足立義乃選手、おめでとうございます。今シーズン見事2勝目です。あ、見出し並み、はい、整いましたか。続きまして第2位です、カーナンバー58番ティーム匠、小林浩二選手、あ、雪原選手、ごめんなさい。はい、どうぞお上がりください。続いて第3位、カーナンバー2番 AP スピード山田隆夫選手、おめでとうございます。はい、それではトップ3のドライバーにまずトロフィーが贈られてまいります。金色と銀色と銅色のトロフィーがそれぞれ贈られました。続きまして賞金の授与です。見事優勝足立選手には賞金3万円が、第2位第3位の小林と山田選手には賞金1万円が贈られます。続きましてトリプル継承です。見事優勝足立選手にはトリプルケースプロケットユーザーということでトリプル継承が贈られます。続いてエアーカオル賞です。3選手に対しまして水を 1.5 倍吸うのに乾く時間は2分の1のオーガニックコットン使用、魔法のタオルエアーカオルが贈られます。はい、それではお話を伺ってまいりましょう。見事優勝ありがとうございます。暑い中でしたがいかがでしたか。死んじゃいそうです。やっぱきついですかこの時期は。自分余計暑さに弱いんでしんどすぎます。その中途中まではトップ4、最後はトップ3バトルになりました。はい、なんとか逃げ切りたいなっていう気持ちだけで逃げ切りました。はい、まだ明日もありますよ。また暑いんですからね。明日5時にレースやりませんか。朝5時、さすがおっちゃんたちとかそういう感じはしますけど。はい、では一言。明日もなんとか、表彰台登って、シリーズチャンピオン取りたいなというふうに思っております。ありがとうございました。はい、おめでとうございました。続きまして小林選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。やっと乗れましたっていう声が漏れてました。久しぶりに、本当に久しぶりに乗れました。はい、もう4大バトルになって後ろからガンガン来られた時は気が気じゃなかったじゃないですか。そうですね、体力的に厳しかったんでなんとか持ちこたえられてよかったです。はい、はいはい、では小林選手も明日に向けて一言。明日ちょっと疲れを早く取って明日もうちょっと頑張れるように、はい、頑張ります。はい、はい、おめでとうございました。久しぶりの表彰台という小林選手でした。そして第3位、最後あとちょっとでした山田選手。ありがとうございます。スタートでミスってしまいまして、まあ、どうなることかと思ったんですが、なんとか追いついたでよかったです。はい、まだハーハー言ってます。もう汗だらだら出てハーハーしてます。はい、水分ちゃんと取ってください。ありがとうございます。はい、明日もお待ちしております。それではフォトセッションです。3選手トロフィーをお持ちになってにっこり笑ってください。ちょっとだけ真ん中に寄っていただいていいですか。はい、それでは改めてご紹介いたしましょう。ジェントルマンクラス見事優勝足立義直選手、第2位小林幸春選手、第3位山田隆夫選手でした。おめでとうございました。